はい、どうもこんにちは、オーディオのユミカサーです。レグザ買いまして、次ですねオーディオの方ちょっと手を入れていきたいと思います。現在ですね B&W の805シグネチャーをですねプライマーの I15 というアンプで鳴らしてるんですけど、こちらのアンプですね光デジタルで現在接続してまして、まあテレビとアンプがそれぞれ別で動いてるんで、アンプを使うにはですねこのスピーカーを使うには電源を入れて切り替えて設定してってやらないといけない、ちょっと手間がかかるのでシンプルなオーディオにしたいということでね新しいアンプを買いました。でスピーカーはですねこちら805シグネチャーなんですけど、おじさんの遺品ということでできる限りですねリビングに置いときたいなと思ってますんでね、画面にですね15センチから5センチくらい被っちゃってるんですけど、テレビはですね後々、まあ、このくらいの高さまで壁掛けで上げたらいいんじゃないかなと今ちょっと考えてるところでございます。プライマーの i15 音質とかです、まあ、使い勝手デザインとかです申し分ないんですけど、あの HDMI 入力がないということで、まあ、そこがね若干不便なんですね。 i15 に関してはこの専用のアプリがですねクオリティはそんなに悪くないんですけど、もうちょっとこうリビングに入れるアンプとして使いやすいアンプがないのかなと探してたところですね、まあズバリこちらのブルースサウンドのパワーノード、こちらがとにかくコスパが高い上にいろいろな機能がもうぎっしり詰まってるいいアンプだということで買ってみました。というわけでこちらをですね今日セッティングするという動画でございます。よいしょ。こちらのブルーサウンドですね結構いろんな YouTuber の方がレビューされてるんですけど、今までね全く興味なかったんですよ。でテレビ買ってみて、あ HDMI でつなげばいいんだって思って、じゃあ HDMI でつなげるアンプどんなのあるのかなって言った時に一番最初に出てきたのがこのやっぱブルーサンドでした。オーディオ関係者がやっぱこのブルーサンドめちゃくちゃ評価してるんですよね。で価格もね安いということでねすごくとっつきやすいんで、もうパパッとね買ってみましたということですね。というわけでちょっとこちらの箱を開けていきたいと思います。ブルーサンドのパワーノードでございます。ワイヤレスミュージックストリーミングアンプファイヤーということでね、あのワイヤレスで使えよってからやるんですけど、うちは HDMI でつなぎます。オープン。クイックセットアップガイド、あついでにこれ中古です。まあなんかアップル製品みたいだねこれね。これよ、システムにつないで電源入れてネットワークに接続して、まあ適当に設定しろって感じですね。こちらが本体ですけど、ちっちゃいですねこれね。なんかお弁当箱、重箱みたいな大きさと重さですね。で持った感じは結構思ってるより重いかなって感じですね。よいしょ。本体、まあちょっと傷感というか汚れ感があるんですけど、まあ許容範囲かな。まあこの辺ねちょっと傷がつきやすいというか汚れやすいみたいなんで、ちょっと気をつけたいと思います。でここがなんかねタッチパネルになってるっぽいです。フロントパネルですね、どこがあって、ヘッドホンジャックですねこれね。でこの辺になんか音量のバーがあるのかなと思ったら、これただのデザインみたいです。で裏側ですね、ほんとこの四つ足とかじゃなくて四角い足がついてますね。で裏側スピーカー端子電源で、こちらがですね今回大注目の HDMI EARC でございます。オーディオリターンチャンネルというですねオーディオ専門の HDMI 端子でございますね。これが今回かなり肝になってきます。これサブウーファーの出力ですね。でこちらが LAN ケーブル。このアンプとにかくこのブルーサウンドというよりかネットワークがかなりメインになってくる、肝になってくるらしいので、この LAN 端子がめちゃくちゃ重要になってくると思います。で USB ですね。であとはこれオプティカルとアナログインの2と1ですね。調べてみてびっくりしたんですけど、アナログの RCA とか XLR の入力端子が本当これしかないっていうのにね、制作者の意図を組むと本当にネットワークで使ってくれということだと思います。アナログで CD プレイヤーから入れるとかそういう発想はほとんどないのかなっていう感じですね。まああとですね、まあ、デザインが本当にすっごいシンプル。パワーノードですね、ホワイトとブラックあるんですが、今回ブラックを選びました。というわけでちょっとセッティングしていきたいと思います。今回ですね HDMI はユーグリーンの HDMI を買いました。これね瀬戸康史さんがおすすめしてて、あまあこれでいいかなと思ってね普通に買いました。電源を落としの、これちょっとあの手ぶシリコンのイボイボついてるんですけどね、触るたびにちょっとなんか跡がついてくる感じですね、まあ、ちょっとこれはあんまり良くないかな。まずねインシュレーターを外しまして、これいつものインシュレーターでございます。電源ケーブル、ご大変な作業ないぞ、よいしょ、おい、あー、ホコリがやばい。あと
とですね、こちら別売のですねブルーサウンドの専用のリモコンでございます。ストワークがかなり優秀っぽいんでリモコンいらないと思ったんですけど、あのロッシーに使ってですね iPad とかスマホからですね操作するのって若干こうタイムラグがあるんですよね。まあ、なのでこういった物理リモコンもですねあった方がストレスないのかなと思って買いました。まあ、基本的にはこのミュートと音量ボタンしか使わないのかなっていう感じです。まあ、これねあの学習リモコンに学習させてもうさっさと売っちゃおうかなっていう感じなんですけど、まあ一応買ってきました。はい、でこちらがですねユーグリーンの HDMI 3メートルでございます。でこちらですねテレビ周りのですね配線壁の中を通って出てくるんですけど、これやってるとちょっと過労死してしまうんで、これはちょっとね後々、オーディオショップのスタッフの方にやっていただこうかなと思います。とりあえずね今回はちょっとこっちからちょっとかなりね見た目ダッサくなっちゃうんですけど、こっちからこう通してなんとかやっていく感じでございます。はい、というわけでねセッティングから1週間ほど経ちました。でアンプですねセッティングして音出し確認して、ブルーサウンドというアンプ、完成度はですねめちゃくちゃ高いです。このアンプですねネットワークプレイヤーのおまけにパワーアンプがついてるのかなと思ったんですけど、このパワーアンプというかプリメインアンプ部がですね非常にしっかりと作ってあって、この B&W の805すごく鳴らしにくいスピーカーではあるんですけど、まあ、非常に良くなってますし、デジタルアンプで鳴らしてる感じというのがですねほとんど感じられない、いかにもデジタルアンプで鳴らしてるみたいな音ではなくてですね、もうちゃんとそのスピーカーの音がそのまま出てるみたいなですね、まあ、かなりニュートラルに近い音が出てるというのでね、まあ、結構びっくりいたしました。まあ、ネットワークプレイヤーなんで非常にですねこの iPad からの操作性がめちゃくちゃいいです。というわけでですねこちらのブルーサウンドの専用のリモートアプリがあるんですけど、こちらの完成度本当に高いです。 DCS のロッシーニのアプリよりもレスポンスが非常に良くて、ストレスなくシームレスに行えてですね、あのリモコン買ったんですけどほぼ iPad で十分でした。このアップですね本当出来がいいので、あの物理リモコンとかいらないんだなって思いましたね。まあ、とにかくこのアンプ本体もですねノブとかスイッチ類がほとんどついてない、もうタッチパネルしかないみたいな状況なんで、まあ、操作はですねスマホとかタブレットでほぼ完結してるよっていうアンプですね。まあ、非常にですね先進的なアンプだと思いました。で、まあ、こちらです定価がですね13万円くらいで、実売価格が12万円くらいなんですけど、リビングオーディオを作るんだったらもうこの1台で間違いないだろうなという感じはしました。ストリーミングなんかですねサクサク楽しむというのがですね、まあ、めちゃくちゃコスパがいいなと思いましたね。こういったですねちょっとあれなんですけども、 B&W このスピーカー鳴らすのにこのアンプだと絶対貧弱、絶対パワーが足りないなみたいな感じを受けてたんですけど、実際聞いてみるとですねそんなことは一切なく、ちゃんと B&W の音がそのまま出てくるみたいな感じですね。まあ、これはちょっとね言い過ぎかもしれないんですけど、10万円程度のプリメインアンプとは思えない音が出てます。とにかくですねなんか歪みというか広域がすごくパサパサキンキンするとかそういうこともなく普通になってくれるというですね、かなりの優等生だなと思いました。まあ、あとですねこのアプリの操作感とか見た目のこのシンプルさ、洗練された感じから見て分かる通りですね、良くも悪くもアップル製品だなっていう感じがしましたね。オーディオ版アップル製品、まあ、デビアレとか、まあ、アップルっぽいオーディオって結構あるんですけども、なんていうかですねあのこちらが今まで想定していた使い方じゃなくて、メーカーからこうやって使ってくださいっていうのをユーザーがそのまんま言われて使うみたいな感じですね。メーカーが想定した以外の使い方をしてしまうとすごく使いにくくなる。まあ、例えば、まあ、物理操作をしたいとか、まあ、あとはアナログ入力をしたいとか、これはなんかアップルを意識してるのかどうかよくわかりませんけど、この音量の操作に関してですね、これ数値が出ないっていうのがねちょっとここだけ気になりましたね。直感的に音楽を鳴らすっていう意味ではなんか先進的な感じではあるんですけども、なんかこう厳密に鳴らしたい時とかやっぱりこう数値25、いつこの曲だったら25、この曲だったら17みたいで鳴らしたいなって時があるので、まあ、そこはちょっと不便かなと思ったんです。このアンプの思想というか思想設計がまあそういう風になってるんだろうな感じがしました。でまあこういうところがですねだいぶアップルっぽいなっていう感じがしました。あとですねこのこれアンプじゃなくてプレイヤーなんだなと思いましたね。あとねで今ですね USB メモリに音楽配線とかいろいろまあ挿して、あとですね Amazonミュージックをこの中つなげてですね鳴らしてるんですけど、この Amazon ミュージックやこの USB メモリに入れた音楽の中からもう一回プレイリストを一から構築していかないといけないっていうのがねちょっとめんどくさくてね、こうなんかちょっと抽象的で分かりにくい感想ではあるんですけど、
まあなんかね、Android ユーザーが急に、iPhone に切り替えたみたいな使いにくさを感じることは若干あると思います。ただね、そこを乗り越えてこのアンプの使い方に沿った使い方ができればですね、もう最強のコスパを誇るですね、アンプになると思います。で、こっからですね、残念なお知らせです。こちらのアンプ中古で買ってしまったんですけど、中古で買ってしまったのがいけなかったのか、レグザがですね、あの不良品だったのかわかんないんですけど、この HDMI のですね、入力がうまくいかないです。どんな症状が出るかですね、この映像を見てください。このマークがですね、このレグザのスピーカーから音が出ている時のマークです。で、今ですね、 HDMI ケーブルをレグザに挿してるんですけど、これ一回抜き差しします。抜きました。で、挿しました。としますとですね、今、レグザのスピーカーからですね、こちらのビアノ W のスピーカーに変わったんですが、ここでね、音量上下させるとですね、このわわわわって感じになるんです。これがですね、アンプとつながってる状態なんですけど、この状態で一回電源を切ります。で、EARC なので電源入れたと同時にもう一回アンプとつながるはずなんですが、電源を入れますとモザイク YouTube、 はい、で音量上下するとまたレグザのスピーカーに戻ってしまうってわけですね。これ戻すには一回ちょっと停止して、もう一度ですね、 HDMI ケーブルを抜き差しとすると、はい、こちら分かりますでしょうか。アンプからの出力になります。というわけでね、あの勝手に接続が切れて繋がらなくなるという謎の不具合が起きております。はい、というわけでね、 HDMI 繋いでんだけど、この EARC オーディオリターンチャンネルがですね、まあ、自動的に切り替わったり自動的に電源が入ったり非常に便利な機能ではあるんですけど、それができないというですね、謎のバグに見舞われております。正直言ってしまいますと、僕がこれ中古で買ったのが本当にミスだったなと思います。これヤフオクで買ったんですけど、中古で買うにしてもですね、オーディオショップで買えばよかったっていう感じですね。まあ、このクラスのアンプだと本当3万円の差が結構でかくなってくるので、まあ中古でいいかなっていう感じで中古で買ってしまったんですけど、不具合で泣いております。それでですね、この不具合、オーディオリターンチャンネルを持ってるアンプがですね、僕今このブルーサウンドしかないのと、あとテレビもこれしかないので、このテレビ側の不具合なのか、それともこのアンプ側の不具合なのか全く分かんなくてですね、ちょっとお手上げ状態でございます。とりあえずですね、年が明けたら、まあ、とりあえずね、サポートに問い合わせていろいろやってみる予定ではあるんですけど、ちょっともう年末になってしまったんでね、まあ、ちょっと年が明けてからの方がいいかなという感じでございます。とりあえずはね、あのこれ見て分かる通りですね、これ今アンプにつながってて、このスピーカーから音が出てるんですけども、ちょっとレグザね、たまにリモコン聞き悪いです。今これアンプからこちらのスピーカーから出てるんですけど、一応ですね、ちゃんと音は出せてるし、このリモコン、このレグザのリモコンでこのアンプの音量を調整してることはできるんですけど、これ一回ですね、こうテレビを消してつけるとまたアンプが外れてレグザのスピーカーから出たりですね、切り替わらないだけだったらいいんですけど、音はなぜかレグザのスピーカーから出てるのに、こちらの音量操作ボタンを押すとアンプのボリュームだけが切り替わるっていう現象が起きてるんですよ。これがすごく厄介で、こうなってしまうとこいつを再起動させるか、この HDMI を抜き差ししないと、あのこの HDMI 接続をメインとして買ったアンプなんですけど、 HDMI 使わずに今のところこのアンプ鳴らしております。あとですね、これテレビ、ちょっとここからちょっと余談になるんですけど、このテレビ65インチ買おうと思ったんですけど、買おうと思ってたんですけど、55インチで良かったなと思いました。で、HDMI がですね、こっちにあるわけですよ。手を入れて HDMI をこう刺す隙間がですね、まあこの55インチだとね、15センチ、20センチあるんですけど、これ65インチになると3センチくらいになるんですよね。そしたらもう入んねえじゃんみたいになって。あの見えないしさせないみたいになって、まあ、スピーカー置けなくなるんですけど、まあ、この65インチをこのカツカツスペースに置いてしまうとですね、このスペースからこう手をグラッと入れて、こう HDMI とかを Nintendo Switch とか新しく買いましたってなった時に、こういちいちこううーってなりながら差し替えしないといけなくなるっていうね、まあ、それだけの話です。まあ、55インチだとね、結構余裕があるんで、まあ、ここギリギリ頭も入りますし、まあ、なんとか、光デジタルとかの切り替えとかもできるんですけども、まあ、ちょっとね、65インチになると多分
幅が足りなくて大変なことになってたかなと思います。65インチ買ってたら積んでたかもしれません。まあ、55インチで良かったという話ですね。はい、というわけでね、ブルーサンドのですねパワーノードというアンプを導入してみたという動画だったんですけど、ちょっとこれお粗末な感じになってしまって申し訳ないです。で、このアンプの HDMI 入力のですね不具合に関してはですね、別途動画出さずにショートの動画か、もしくはですねこのコメント欄か概要欄にですねこの経過書いていきたいと思います。それではですね、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かった、参考になったと思った方はですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。これでね紅白ちゃんと見る予定だったんですけど、まあ、今時紅白なんてつまんねえよって思うかもしれないんですけど、やっぱ家族で誰だら紅白見てるのってなんかね落ち着くんですわ。なんとか年末までにプログラムの修正とかでなんとかなんねえかなと思っております。レグザの HDMI の不具合だったらこれはもう泣きだ。